ーのコンチャス。どうも、なぐいでーす。ふくんでーす。なこなこでっしゃ。はい、ということで、なんと、はい、なこなこカップル YouTube2 周年を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、2019年の3月30日から YouTube を始めて2年が経ちました。うん、はい、ありがたいことにもう2年経ったということで、はい、今回は2周年迎えてみんなへの感謝の気持ちとか、はい、ちょっと俺ら自身で今までのことちょっと振り返っていきたいなと思います。まぁ、ちょっとゆるく喋っていけたらなと思っております。はい、ということで早速やっていきましょう。よし、行こうか。じゃあまずどうやったかゆいな、ね。花粉症ということで。花粉症、はい。花粉症2周年。花粉症2周年。多分、花粉症15年くらいじゃん。中学生くらいから花粉症やけど、ね。まあ、2周年。はい。じゃ動画で言うと多分405本くらいやってる気がする、ね。そうやんな。405回コンチャスしてるわけ。そうやで。そういうこと。すごいよな。いや、すごいよ。ちなみに、ちょっとみんなに聞きたいねんけど、うん、挨拶ダサい最初のまんまやってるもんな。うん、なんか最初は長いとかまだ10代やったし、うん、なんかもっとさフレッシュやってんな。そう、なんかだん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 なんかさ、お互いもう顔もくすんできてさ、シワとか増えてきてもまだコンチャスやもんな。そう、もう24歳になるからな。うん、そう言われてみればコンチャスってちょっと痛いんかな。こんにちはをコンチャスってしてるわけですか。ただのバカや。仕事とか行ってさ、24歳のまあ同年代のやつらが会社でさコンチャスとか言ってたらさ、あったらもうおかしい。しばかれるもうクビなるもんな。ちょっとこれ新しくする説あるんかな。ほんまに挨拶さ買いはる人とかおるんかな。どうなんやろ、分からん。どうなんやろな。なんかこれがナゴビラっぽいんかもしれんし。あー、確かに。じゃあみんなそれちょっとコメントで書いて、この挨拶ニュー挨拶欲しいか欲しくないか。え、これでダサいのいいでバリ多かったら辛いんやけど、うん、今までさ2年間ずーっと思われとってんの。それもう挨拶せんとこうか。どうやった、普通に。もうこの2年間長かったよって短かったな。長い、めっちゃ短かったと思う。あ、そう、あ、そうやね。一番変わったところで言うと、うん、YouTube を始めて月日の流れが早い、うん、めっちゃ一緒のこと言おうとした。そう、1ヶ月が早い。忙しかったらさ、うん、早く感じるやんか、うんうんうん、なんかそれと同じ感じで、うん、こういうさ活動させてもらうってさ、なんかさ、そうそうそう、 YouTube とかだけじゃなくて常することあるやん。連絡とか案件の動向とか、うん、ずっと何かしら動いてるから、うん、すごい早かった。いや、そうや。だから、YouTube の動画出して、うわ、これ再生よかったとか、うん、あかんかったみたいな、刺激的な一日が毎回多いから。そうそうそう。一日一日が短く感じる。短いけど、超濃いねんな。あ、濃い。一、うん、週間に何個投稿するとか決めてるから、一、うん、週間単位で運ばれていくねん。ああ、わかる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 。そうやから、すごい短かったから。確かに。もう2年かって思った。うん、確かに確かに。うん、2年ってさ、結構じゃない。まあ、もう YouTuber で言うと、まあ、もちろん新米。いや、新米やけど、なんか自分たちの中ではもう2年もやってるやんとはなるかもしれない。確かに確かに長いな、そう考えたら、うん、いい意味ですごいいっぱい変化したなってめっちゃ思う。例えば、え、なんか全部変わったくない。まあ確かに、だって2年前までさ、うん、普通の大学生やったわけやん。そうやな。そう、うん、それがさ2年後普通にまあ芸能人の方と一緒に仕事させてもらったりとかさ、うん、なんか自分たちが声かけられたりとかさ、うん、そう思ったらすごいとこまで来たな。いや、ほんまになんか全部変わったくない。なんかまんまのことってあるんかな。なんか生活、まあ、リズムもやし、うん、スケジュールとかも全部やし、うん、見た目とかもさめっちゃ変わったなって思う。あー、確かに、うん、始めたての時の方が YouTube のさ効率とか分かってないからさ、うん、YouTube を撮ることに対しては大変やったやんか、うん、なんか忙しさとかじゃなくて、うん、だからゴーくんも大変やなっていう感じが分かってて、顔にだから一時期ちょっとこけたりとかしててほんまに。もう今もう裕福どういうことやねん。見た目が。いや、そうだから、まあ、芸能人の方とかもさコラボさせてもらったりとか、まあ、ほんまに見知らぬ人から死ねとかうざいとか言われたりとか、そんな経験すると思わんやん。まあ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 、確かに確かに確かに。なごみに関してだからいきなりチンチンの写真送られてきたりとか。2年前そんな考えた。2年前まだ他人の他の人のそれを見ることがなかったもん。見たことがなかったから、うん、もう朝 DM 見て写真ちょっとタップしたらいきなりチンチンとかなかった。インスタってさなんかモザイクみたいなかかってんねんな、タップみたいな。かかってる。もうね、2回ぐらいタップしたらもう大体わかんねん。1、あ、ちょっと黒い。2、あ、薄ぐらい。3、あ、やっぱりみたいな感じになるよな。モザイク剥がれていくみたいな感じになんねん。
そうそうそう、確かにそういう経験とかはほんまにやったよ。そうやな、うん、いい意味でも悪い意味でもなんか人生で経験できないようなことをいっぱいさせてもらったなってめっちゃ思う。マジでそれ思って、なんかもう死んでも後悔ないなってぐらい貴重な経験させてもらったなって思った。人生バリ濃い、こんな経験できることなかなかないから、うん、いやそれに感謝すごいした2年間やったな、うん、そうやな。そうで、なんかさ、うん、好きな動画とかはなんか動画の振り返りをしよう。もう絶対俺たちの1位で入ってくる金木犀。あ、そうやな、まあ、歌ってみた系とかドラマ系とか、そうドラマ系とか、うん、歌ってみたとかドラマ抜いて、うん、ガチの普通の企画で、あ同じぐらい好きなやつが3つあるかも。おお、何、まあ、1個目がまず100万人の動画。あー確かに確かに、そりゃそうやな。あれはもううち何回も見てんねんけど、うん、何回も泣ける、まあ、あれは感動するわ。全部泣ける、うん、あれは感動する、うん、いやそういうのも YouTube いいよな、なんか思い出として残るからさ、確かにその動画良かった。あと2つは、あとはこれもめっちゃバズってんけど、うん、ヤンキードッキリ。ああ、うん、確かにすごいコウ君の男らしさがバンって出る動画で、うん、あー確かに確かに、なんかさ、なんて言うんやろ、いやかっこよかった俺かっこいい女の子多分結構惚れて、ああこうくんみたいな彼氏欲しいって声多かったもんな自分で覚えた。ごめんな、それはみんなみんな彼氏はなれへん、ごめん、なんでみんな勝手に振られてん、ごめんな、みんな自己弁ちゃう今回ごめんそうでも、はい、ほんまになんか YouTube のいいとこでもあるなって思うのが、うん、ドッキリを仕掛けることによって見れない一面って見れるやん。あー確かに、わかる。なんかさ、あんまりさガチでヤンキーにああいう感じで絡まれるとか、あーないな、ないわけやん。あー YouTuber やからこそああいうドッキリ仕掛けられてる。そうそう、やからなんか あのこんなかっこいい姿あんねやとか見れるのがいいなと思う。じゃあやっぱ惚れ直した部分ではあると。そう、おー、で逆にもう一個好きな動画がネズミドッキリ。はてナイスヤンキーからネズミ、お前落差すごいな。そう、ネズミはコウ君のリアクションがほんまに好きで、コウ君マジでリアクションもやばいから、もう1日仕掛けたわ。なるほど、確かにあれはみんなもな面白いって言ってくれんねん、それからみんなもやっぱりああいう面白いんやなと思ったから、ちょっと俺名古屋にも近いから仕掛けたいなと思って。あ、そうなん。そう、それちょっと楽しみにしといて。あ、じゃあ待って、ちょもう一個さ、これちょっと見せたいあれがあんねんけど、この動画とかめっちゃ、うわぁキモこれ、これが好きで、ネズミドッキリもうやばいって逆に、コウ君は好きな動画とか。いや、俺も決まってんねんな。何？コウモトさんのあコラボ動画、あの動画がマジで面白くて。確かにコウ君泣いてたもん。そう、俺動画であそこまでもう笑い転げることなかったん、なんか確かに。そう、マジで腹筋崩壊みたいな経験をしてからほんますごいなみたいな思ったそう、あれが多分初泣きの、あれマジでもうあの動画を普通に俺はもうずっと見てるもん、あれめっちゃ好き、あの動画は。ああそうなんや。あと一つはなんか、喧嘩の最中に感動ムービーを流したらみたいな、1年ぐらいかな、前とかやんな。あれもみんないいって言ってくれてて、でそれでやっぱり、あ、確かにこういう動画も今まで作ったことなかったから、なみんなも俺たちも良かったかなみたいな。あ、え、でもあれさ、 BGM さ、うんこに、ね、うんこあったけどあ、 BGM うんこコメントあったけどBGM うんこの歌って、うんこの歌って、もう何分何秒うんこにしか聞こえん。それでもみんな感動してくれる、うん、そういうこと。確かに普段のテイストとちょっとちゃう感じやったかな、うん、ちょっと違う感じやった、うん、なんかちょっと凝ってたから。確かにそれは良かったから。そう、あとはな、まあもう歌ってみた企画とか、あ、ドラマ企画はまあもちろんそうやな、良かったし、それはもうほんまに、そうそう、なんか全部思い出やし、うん、自分たちが新しいことに挑戦したっていうのがすごくて、うん、歌った系も全然したことなかったやんか、うん、がっつりと、うん、ドラマ演技をする機会がなかったから、うん、自分たちの中ですごいいい経験で挑戦したことやなと思う。確かに、いやあれは良かったな。まあこれからももちろんなんかドラマとか歌ってみたを軸として持っていきたいから、うん、これからもどんどんしていくつもりやから、はい、みんなもぜひそれはちょっと楽しみにしておいてください。はい、じゃあラスト、はい、ラストはちょっと今までずっと見てくださってる、はい、ちょみんなに向けて一言。あ、一言お願いします。めっちゃ苦手やねんな、長いこういうの頭が悪すぎてもう文章がごちゃごちゃで、でもなんやろう、まあ、まずは、まあ、いつも見たくて、いつも見てくださってる。いつも見とくてって何やねん。見とくて多数不特定多数みたいな言葉、誰が見てるか分からんから、見とくてやで。あ、まあそれ見とくて、いや、ファンのみんな見とくてとかそういう感じにやめろ。不特定多数のみんなみたいな。そういう感じにやめろ。それでは皆さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
まあ、いつも言ってるかもしれんけど、こういう経験をできてるのは、もうマジでみんなが支えてくれてるから、でやって、うん、だって眺めらのことをさ、仮に誰一人も見えひん。とするやんか、うん、自分たちはこんな続けることができひんやろうし、みんなが毎日毎日応援メッセージくれたりするのが励みになってるなって思って、うん、ここ1年ぐらい、まあ、コロナとかが流行ってさ、うん、もうみんな家おる時間とか多くなって、うん、すごいみんな相談とかしてきてくれて、うんうん、彼氏と会えないから辛いとか、なんかまあ一人でどうこう、辛いですとか、うん、いっぱいいろんな、あの、悩みを相談してくれてんけど、うん、その悩みの最後にいつも、でもなこなこの動画を見て、いつも笑顔になれますとか、いつもそういう風に送ってくれて、もうなんか改めて、ほんまにやっててよかったな。あ、そうやな。そう、なんか自分たちが一番やっててよかったったなって感じるのが、誰かを笑顔にできるっていう、うん、ずっと誰かを笑顔にしたいっていう仕事をしたかったから、うん、転職やわと思って。あ、確かに。そう、自分がまさにしたかったことなんやなって思って、うん、もうほんまに改めて YouTube をしててよかったなってすごい感じたから、か、まあ、YouTube を、まあ、軸に、まあ、いろんなことにも挑戦しながら、うん、みんなに笑顔を届けていきたいなと思っております。はい、次俺。はい、YouTube 2年通してやって、自分自身の人生の財産になって、まあみんなからもさ、まあさっきなごみが言ったように、なこなこチャンネルを見てちょっと笑顔になって、この辛い毎日を乗り越えれますとか、うん、学校ほんま嫌いやけどなこなこチャンネルを見て頑張ろうと思いますとか、うん、そういうコメントをもらえるのが一番嬉しくて。いや、マジで、うん、そう、それのおかげで俺たちも頑張れるし、そういう存在になれてるのがすごい自分の中でありがたいなって思ってて、うん、あとはまあ地元のやつとかもさ、ファンのみんなもやけど、うん、なんかすごい尊敬しますとか、コウ君に負けないように頑張りますって言ってくれてんねん。あー、そう、そういう機会がやっぱりこの YouTube を始めてすごい増えて、うんうんうん、でそういう自分で居続けないといけないなっていうのはすごい自分の中で感じてて、うん、自分も成長せなんだ。そうそうそう、そうやって思ってくれるってことはさ、うん、やっぱりみんながさ、そういう存在っていうことを認めてくれてるわけよ、そう、それを俺は決して崩さないようにずっと頑張り続けて、うん、ずっと引っ張っていきたいなっていうのを自分の中で思ってるから、うんうん、この2年間はなんかいろんな自覚とか責任っていうのをいい意味で感じれた2年やったなと思います。え、何、文章考えてたこういうとこでちょっとやっぱりもう出ちゃう地頭の差が、そう、俺普段さ、うん、ふざけたキャラみたいになってるけど、うん、俺あの頭はいいんよな、戦略家やねん、正直。みんなこうした方が笑顔になってくれるやろなみたいな。みんなでもめっちゃ引いてた。うせえ。あの、みんなも俺だ。じゃ俺だ。二重人格なんかな。いや、多重。多重だ。もうちょい多かった。もう5はあるな。動画でふざけるもんな、うん。俺めっちゃすんね。あの、高校とか中学校の時とかもうみんなの前でふざけたりするの好きやったし。うん、でもなんかこうやって真面目な時は真面目やねん。そう。いっぱいおんねんな、そう、コウ君。いっぱいおんねん。だからコウ君は日常でうるさい時、で静かな時、うんで、なんか夜泣きとかしちゃう。赤ちゃんの時。夜泣きの時ないんよ、それ。ほんじゃーっとで言ってないよ。夜泣きの赤ちゃんの時。で、動画での、まあ、なんかの、5歳の時、しんちゃんぐらいのキャラの時。おかしいやん。怖いやん。赤ちゃん夜泣きした後でさ、いきなり真面目にさ、こういう感じで、いや、みんな、常に先頭に立って頑張りたいと思うんで。おかしい。急にビジネスっぽい。怖いやん。なあ。という感じで、はい、まあ、本当に2年ありがとうございました。ありがとうございます。ただただ記念日やってんけど、2年経ったからといって、うん、何々終わりますとかではなく、うん、もうこれからも改めてもっともっと頑張っていきたいなということで、はい、はい、この動画を撮りました。はい、3年目ももっともっと大きくやって頑張るので、何とぞなこなこチャンネルよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうやもどうやもみんながこうやってカメラ近づいとる時、ダイヤモン来るって思ったもうこうやって上げていったから俺。はい、ということで、はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございまし ました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしま す。じゃあ次の動画でバイバイ。エンディング ずっと目つぶってました。Z 目もう最悪や。